森田秀正さん、EL ユベントス戦の MVP に選出きたー。レオザさんのおかげやね。田中を怪我してなかったか。してた代わりは松木だ。無理ヨーロッパ行って結果出してから松木のようなタイプは J だけでの評価で見定めるのは危険。田中アウト旗店。森安が見下してるポルトガルリーグで唯一代表に招集した逸材だぞ。森安は見る目あるなぁ。森田雄平家。レオザさんの弟子だからそりゃ活躍するよな。マジで上手かった。特別に気合入ってそうだけど今日のレベルが続くならビッグクラブ行くわ。森田は監督からの要望でスポルティング移籍したからすっと主力で使われてるし信頼されてるのも伝わってくる。森田万能すぎる。今日みたいに相方が攻撃的だと下り目でプレイして MOM だし、ウガルテが相方だと前目でプレイして点も取れるし。森田はスポルティング行って成長したよな。サンタクララの頃よりはるかにパワーアップしたわ。まだまだ成長できそうじゃん。完全に森田ディマリアじゃん。ナンセンブプだからね。もしよければチャンネル登録お願いします。